ピニファリナデザインの V8 ミッドシップ横型エンジンです。これはですね、スモールフェラーリ、要は12気筒ではない、フェラーリのですね、スタートはリノ206から始まりましたが、そのモデルチェンジ版246、そして V 型6気筒から V 型8気筒によりエンジンをパワーアップした最初のモデル、これがフェラーリ308になります。そしてこの GTS というのは S はスパイダーの S で、屋根が開くと。そしてこのモデル後ろのエンブレムを見ますと308クワトロバルボーレと書いてあります。クワトロは4、バルボーレはバルブという意味で4バルブエンジンという意味を、表しています。これはですね、高性能エンジン、実は今では、当たり前となった4バルブですが、この当時は4バルブであることがハイパフォーマンスの証ということで、社名に308クワトロバルボーレと書いてあります。はい、続いて赤く塗られていると。そしてこの幅が広く平べったいボディスタイルはですね、往年のフェラーリのフラッグシップということで、フェラーリのデザインの象徴と言われている、名車、今でもとっても人気が高い、車になっています。ミス・ユニバース・ジャパン2023セレミナリー神奈川、安川美奈。はい、続いてこの緑の車、これはポルシェ911 GT3RS です。今までのフェラーリ、低く優雅なボディ、主にピニファリナデザインの優雅なボディが売りでしたが、それに対してドイツ車であるポルシェの部分にロールゲージを組むことによってボディ強度が格段に上がってます。その代わり後ろのシートには座れないんですが、サーキットでタイムを出すため、レースに勝つために作られたのはこのポルシェ911 GT3RS です。2023ベストオブミス神奈川ファイナリスト、萩原菜奈美。続いてこちらはマクラーレン、フェラーリをライバルとしてこのような美しい優雅なスポーツカーを作ったのがこのマクラーレンです。フェラーリとの最大の違いはまずボディ構造カーボンファイバーでできています。通常の車は鉄やアルミでできておりますが、この車はファイカーボン、軽量で強度が強いという車にはうってつけの素材です。そしてこの車はドアが上に開くガルフィングといいますか、バタフライドア、そしてマクラーレン 570S スパイダーですので屋根が開くという、車でですね、オープンカーのことをスパイダーと表記する場合があります。このようなですね、モデルが、マクラーレン 570S スパイダーです。ベリーユニバースジャパン2022埼玉グランプリ、藤原美奈千代。続いてのこの黒い車、アウディです。アウディ R8。 アウディはですね、メルセデスベンツ、BMW と並ぶですね、ドイツの高級車ブランドです。スーパーカーブランドでもないこの高級車ブランドのフラッグシップカーということで、アウディが作ったスーパーカー、これがアウディ R8 です。これはアウディ R8、V 型10気筒エンジンをミッドシップに縦型に搭載してですね、4WD のですね、ドライブトレインを持ちます。非常にですね、実用性とパフォーマンスを兼ね備えたスーパーカーがこのアウディ R8 です。このようなですね、スーパーカーメーカーメルセデスも BM もアウディもですね、ブランドイメージの向上のためにですね、フラッグシップにスーパーカーをデビューさせるというのがですね、ここ10年程度のトレンドになっております。2023ベストオブミス神奈川ファイナリスト、どうぞのゆり。続いてこちらの、水色の車、ランボルギーニガエルドスパイダーです。実はこの車、先ほど、出発したですね、アウディ R8 と兄弟車になっています。兄弟車というのはボディのフレーム、そしてエンジン、要は V10 の縦置きエンジンは共通、そして違いはですね、
でまずボディデザイン、そして、運動性能やですね、チューニングの面でですね、よりスポーティーに仕上がっているのがこのランボルギーニのガイロードです。V 型、V10 のエンジンがですね、とっても気持ちいい車でですね、エンジンの気持ちよさ、そして運動性能を両立しています。 V10 エンジンというのは V8 より大きく、 V12 より小さく、まあ、いいとこ取りのエンジンとも言われています。モデル鈴木遥か。そして続いてのこのグレーの車はですね、ランボルギーニウラカ。先ほどの水色のランボルギーニガエルドがフルモデルチェンジしてこちらのウラカになりました。デザインもですね、進化しているので非常に滑らかな面を持つ車になってます。これはですね、ウラカの中のエボというモデルで、パフォーマンスが高いモデルの、かつ、スパイダーオープンカーになっております。官能性、運動性能、素人のドライバーでも振り回せるような非常に運転がしやすいスーパーカーになっています。女優、モデル、ミスイブニングドレスグランプリオスカープロモーション所属、中島あゆみ。続いての白い車、ランボルギーニのフラッグシップカー、アベンタドールです。このアベンタドールはミッドシップに12気筒エンジンを搭載し、4輪駆動でパフォーマンスを甘くところなく発揮しています。そしてこのランボルギーニ SV というモデルで、スーパーベローチェ、とっても速いという意味のイタリア語です。では通常のモデルに対して軽量化およびパワーアップをしたモデルで、これぞスーパーカーというですね、ミッドシップ12気筒エンジン、ドアが上に開いて、イタリア製の車といったらランボルギーニのフラッグシップしかありません。これがですね、まあ、キングオブスーパーカー、ザ・スーパーカーと言われるランボルギーニアベンタドールです。モデル稲見愛。続いてはフェラーリいきます。こちらのモデルはフェラーリのカルフォルニア。今までフェラーリはですね、ミッドシップのエンジンで運動性能が強いという重点に置いていましたが、このモデルフロントエンジン2プラス2のシートレイアウト、つまり後ろに車が乗せられる、そして手軽にオープンにできるというですね、デイリーユース、普段でも使いやすいモデルがこのフェラーリカルフォルニアです。この当時このような2シーターの、まあ、高級車スーパーカーの車はメルセデスの SL がマーケットを席巻していましたが、それの対抗馬としてフェラーリカルフォルニアが誕生し大ヒットしました。女優、ミス着物美女グランプリ、安井みなみ。そして次のモデル、この白いモデルはフェラーリポルトフィーノ M です。先ほどの黒い車フェラーリのカリフォルニアがフルモデルチェンジしてポルトフィーノ、そしてそれをより強化したのはポルトフィーノ M ということで、デイリーユースもできるフェラーリフロントエンジン V8 2プラス2のシートレイアウトで手軽にオープンにできるというモデルで大ヒットしているモデルです。やはりですね、無駄遣いするにはですね、やっぱ買った荷物をどこに置くんだ、脱いだコートをどこに置くんだというのがですね、やはりどうしても無駄遣いではですね、大事なことであり、これがリアシート、確かにですね、大人が座るには非常に小さ狭いんですが、荷物が置けるということでですね、とっても、便利な、スーパーカー、これがですね、フェラーリポルトフィーノとなっています。ミスユニバースジャパン2022プレリミナリー福岡、高田奈々。はい、次の車フェラーリローマです。基本的な、レイアウトは先ほどのポルトフィーノ M と同じですね、フロントエンジン V 型8気筒スーパー
シート。ですが、このフェラーリローマは新しいデザインテイスト、フロントグリルがボディと一体の構造になっているという新しいデザインを施したのがこのフェラーリローマ。ポルトギーノがオープンボディに対してですね、こちらは、剛性の高いクーペボディになっています。そしてですね、実はこのローマには、別なモデルとしてローマスパイダー、このローマをまたオープンにしたモデルも存在しています。そしてですね、鳥を飾る、この車はですね、フェラーリの最後の12気筒の特別なモデルとですね、フェラーリ812コンペティティオーネという車です。最近のスーパーカートレンド、エンジンプラス電気モーターというハイブリッドがだんだん増えてまいりましたが、エンジン内燃機の究極系であるこの12気筒、それを高度にチューニングして特別なボディを搭載した車が、812コンペティティオーネというモデルになります。